こんにちは、ヤードです、今日も将棋ウォーズ実況やっていきます、3切れで、いきましょう、対局開始。お前が後手だ。はい、お相手初段の方ということで対局開始、まあね、得意戦法棒銀ということで嬉野流でいきます。いや、まっすぐですね。超まっすぐ棒銀やってくるっていう感じですね。いや、本当に初段の方とかと当たると結構きついんですよね。初段とかまあそうそう私勝てないんで、なんでこんな当ててくるのかなっていう感じはするんですけど、ちょっとこちらもね、一歩だけ変えておいて、まあちょっと不測の事態に備えていきたいなと思っております。で、こう銀上がっておいて、で歩上がって銀上がって、こっちに銀上がっておいて、相手も矢倉囲いみたいな感じですね。端だけついておいて、こっちも端ついておいて、中飛車に組み替えてきましたね。2分30秒。ここちょっと筆押さえておいて、とにかくね、飛車道が通ってるの嫌なんですよね。ちょっとね、せっかく手に入った銀2枚とも使っちゃいましたけど、これはどうなんだろう。取っちゃダメなの。で、ここに引いてどうなんすか。ダメなんすか。なるほどね。まあちょっと歩は使わされてしまってるっていう感じですかね。もう一丁、もう一丁歩を打っておきます。2分。この銀どうにかね、咎めていきたいんですけどね。だからここに金打つ感じですかね。これで一応咎められるのかな。ここに歩打ってきたら、お、はい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 、確かにね。こう角出ていけないかな、こうやって。なんかさっきからずっと同じ攻防を繰り返してるっていう感じなんですけど、あ、でもこれで角道が通ってくるのか、それがちょっと嫌っすね。なるほど。でもそれはちょっと隙ができそうな雰囲気あります。1分30秒。叩きの歩。もうここはちょっと譲っておきましょう。そうっすね。いやー、でもちょっと足りないか。飛車の位置がここに来たのがちょっと逆にうまくいかなかったですね。そういうこと。駒損しました。完全に駒損しました。とにかく成りだけは未然に防いでおきます。1分。まあ、逆襲ですね。ここでとにかくこの2筋でガリガリできなかったらもうこの将棋完全に負けっていう感じなんで、浮いといてもう鳴らせておきましょう。で、回っていきましょう。こっち回っていきましょう。止められないよね。ここで歩ついてくる。あー、なるほど。もう普通に逃げる準備。ここは逃げるが勝ちようでちょっといけないかと、そんな横島なことを考えております。頼む、勝たせてくれ。
あ、でも今歩ついたのでちょっと飛車回りがなくなっちゃいましたね。これ良くなかったっすね。これで30秒。これでどうなるんだろう。すぐ詰むのかな。すぐは詰まないと信じたいんですけどね。取るしかないもんね。20秒。詰むのこれ。こっちの玉は詰むんすか。これ詰まないと見られてるんだね。10秒。とにかくこっちも押さえたい。逃げろ。ここは逃げるしかない。いや負けた。時間切れ。負けた。そうですか。いや、やっぱり終盤力のなさが、ね、如実に出てきますね。というところですね、もう一曲いってみましょう。お前が後手だ。相変わらず初段なんですよね。なんで初段と当ててくるのかちょっと理解ができないんですけど、青の竜って何でしたっけ。あの横歩取りみたいなやつでしたっけ。なんかそういうね、将棋の基本みたいなところからね、ちょっといろんな人に教えてほしいなっていうのはちょっとあったりするんですよね。戦型とか、あのまだ僕あんまり正直そんなに詳しくないんですよ。あとこのね、2四歩とか3五歩とか、なんかその辺の符号をね、特に後手番の読み方とかになるともうなんかわけわかんなくなっちゃったりするんで、なんかそこはちょっとね、どうにか自分のレベルを上げていきたいなというふうには思ってはいるんですけど、お早速、交換にいらっしゃいました。でもこれどうなんだろう。角打つとどうなんですか。取らせてくれるんだ。でもここに飛車打っても意味ないのか。そうか、2分30秒。逆にこれが怖いっていうことか。ちゃんと受けておきたいですね。で、状況整ったところで桂馬、ここに飛車打ってこの歩を回収しに行きたいと思うんですけど、そんなことは許していただけるんでしょうか。一応許していただけましたね。あ、これ歩打てないんだ。歩ついて嫌ですね。逃げて、一応この歩突きで銀が死ぬと思うんですけど、あ、銀死なないし、銀死なねえし。そうっすか。2分。あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。あ、やばい。一番やっちゃいけないことやってますね。ここでなっておいて、この手はもうちょっと無視させてもらって、ここでなっておいて角のやばい手がないかどうかっていう。そうっすね。で、ちょ
と手が見えないんで、ちょっと表紙拾っておきます。そうっすね、強者打っておいて、そうですね、でここもふーっておいて、1分30秒、いやお相手硬いですね。どうやって崩していったらいいのか、どうやって崩していったらいいものか、ちょっと全く見えないんですけど、この強者今ちょっとなんでこの手を打ったのか全くわからない。一応自分なりの狙いがあったんですけど、ここで歩突くつもりだったのかな。でもこれ意味ないじゃんね。ちょっともう桂馬逃がしといて、あ嫌ですね、はい、あほんと嫌ですね。で時間もないんで、ちょっともうここで寄っていくのを急ぐっていうイメージでやっていきましょう。じゃあこれ竜取らせてもらって、で強者ですよね。嫌ですけどとにかく寄っていって、ここはもうとにかく寄っていく。間に合うことを祈っていくしかないですね。でここで、ああなるほど、でもこれ桂馬寄っといて、成桂寄っといて、はいはいはい、これで一応詰みですか。はい、ありがとうございました。よくぞこの厳しい戦いを乗り切った。いや見事だったぞ。この褒め言葉が胸に染みますね。21球、21球になることができました。はい、というわけでね、いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、まあ、楽しく将棋やっていければと思っておりますので、また次回もよろしくお願いいたします。お相手は私、矢野でございました。お疲れ様でした。